ご無沙汰です。ついにご無沙汰に溶接機が手に入りました。ででーん、これアマゾンでさ、1万ぐらいのやつなんだけど、めちゃくちゃ溶接できる。全然いけるわ。で、今バイクこんな感じになっちゃってます。で、俺まずね、溶接買ったらやりたいことが1個あって、これです。ちょっともうやっちゃったんですけど、でれーん、エクストラ、スーパーエクストラロングフォーク。スーパーエクストラロングフォーク。長い、長い。ちょっと待って、ちょっと見てください、これ。これね、純正の長さで、これが新しく作ったスーパーエクストラロングフォーク。やばくないこれ。純正長より45センチ長いです。で、これの作り方なんだけど、これが純正より45センチ長くしたやつなんだけど、結局、これ蓋取って、ここにそのね、フォーク直接溶接しちゃうと、結局このバネがさ、バネもまた延長しなきゃいけなくなるから、フォークジョイントの部分に、フォークジョイントのここに、フォークを溶接する感じ。だからこれがそう。15センチのフォークジョイントの頭に、マグナのフォーク、まあ、好きな長さで切って、ここに溶接しちゃう感じ。で、これ、こうなりました。そしたら普通に、要は、ここが、普通にさ、フォークジョイントつけるような感じで、つけれるんで、オーバーホールもできるし、後々ね。いやー、ちょっとね、こいつね、マジでいいわ。ちょっとこいつはマジで、本当にいいんで、皆さん買ってください。これね、やりたかったの。カパカパやりたいの。顔につけたいじゃん、これ。よし、じゃあちょっとつけてみますか。結局ね、ブレーキホースも長さ足んなくなるから、ブレーキホースも変えなきゃいけないし、タンクも、もうガソリンいかなくなるから、この、角度だと。だからちょっとタンクの穴の位置もちょっと変えます。溶接できるからね、なんて言ったって。もう、これからは。何でもできるわ。よし、じゃあちょっとつけましょう。ちょっと仮につけてみました。投げ、いいね。長い。いいじゃん、いいじゃん。ちょっとあとで、ちょっと長くしたんで一回補強入れようかな、そこに。おお、やばい。こんな感じだった。すげえ。車体結構めっちゃ起き上がっちゃったけど、なんか、チョッパーっぽくていいか。逆に、これ、水平にしない方が。やばいよ、これ。長え。つうか、これさ、出せるかな？出るか。ギリギリ出るか。とりあえず、ブレーキホースとかも、もう、完全に届かないんで、それ買わないといけない。あと、メーターか。メーターケーブルも。あ、このね、補強をね、入れました、一応。なんか、スタビライザー的な。スタビライザーで合ってる？わかんないけど。いいね、これ。やっぱりさ、そもそもさ、フォークジョイントがさ、15センチなのよ、売ってるやつ。最長で。15センチさ、ロングにしたところでさ、マグナ乗ってるやつしかさ、わかんないよ。こいつ、ロングフォークにしてるなっていうの。やっぱロングフォークっていうのは、誰が見てもロングフォークって思わないとね。やっとロングフォークになったぜ、これで。すごい運転しづらい。すげえハンドリング重くなった。よし、ちょっとホースとか長さちょっと測って、いろいろと買います。次は、タンクにちょっと穴を
開けて、コック新しく作ります。ちょっとね、今んとこじゃない、もう無理だよこの角度じゃ。よし、あと帰りはもう半分閉めたら下りなんだよ、なんですね。なんかさ、カラスがさ、めっちゃいるね、ここ。ほら。なんかカラスがね、この一帯だけね、めっちゃいるの。怪しくない？なんか。ほら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 。なんかある。もうなんか歩いて当たるよ。え？これ何？見てこれ。なんかさ、粘膜みたいのがある。あの山の上からさ、続いてるんだけど、この、あ、なんか死んでるわ。で、なんか誰かの足跡あったんだけど、あっちの上に向かって、これ人だよね。人があそこの、カモシカかな、あれ。四角ってないか。で、あっちにね、足当たるの怖っ。帰ろう、怖っ。なんか誰か引いたのかな。怖え。だからカラスたくさんいたんだ。帰ろう帰ろう。帰ります。怖っ。